言ったはずだ。これはゲームではないと。革命という名の決闘か。まだ外すな。彼女は俺たちデュエリストの代表として決闘広場に向かったんだ。全ての決着がつくまで俺たちはデュエリストでいるべきだ。私はもう外しちゃったわ。こんなこと早く忘れた方がいいのよ。忘れてしまえるものかな。そういえばあの少年の名前忘れてしまったな。あの少年？昔私の姉さんがまだ幼い頃、川で溺れそうになったことがあってね。その時姉さんを助けようとして川に飛び込んだ少年がいたんだ。それで？姉さんは運よく近くにいた大人の人に助けられたんだけど、姉さんを助けようと川に飛び込んだその少年の方は流されてしまったんだ。その子死んじゃったの？その少年の名前を姉さんはすぐに忘れてしまって、冷たい人だなと思ったんだけど、今思い返そうとしてみたら私もいつの間にか忘れてしまっている。男子剣、どうした？何をためらっている？私は後悔しているのか？結局お前の友達を不幸な目に遭わせてしまったな。そう、全ては俺のせいだ。こんな俺のことは嫌いになったか？俺がかつてのように王子様を目指していたら誰も苦しまなかったのかな。お前の傷も苦しみもいつも好みに感じている。あなたは世界のすべてを知った上でこの道を選んだ方です。俺はお前を全て知った上で愛している。はい、お兄様。安心、剣も。それでいいんだわ。いい子だね、安心。バラの門、世界を革命する力を封印した扉。
ダメだよ。おせっかいな勇者様、友達の気分だけは少しだけ味わいました。さよなら。ダメだよ。いや、この王子の剣を見て色めき立っている。バラの花嫁の定めだ。全ては安心が自ら望んだ。ジメリア、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 今こそ封印を破るとき、新しい世界の扉が開くとき。動かない方がいい。後で手当てしてあげるから。優しい子だね。泣いているのか。あそこにバラの形の門がある。あの扉には永遠の輝く奇跡の力がある。あの力があれば何でもできる。君には無理だ。君は女の子じゃないか。力もない。力があれば何でもできる。彼女を運命から解放することもできる。だけど力をどう使うかは俺が決めることだ。